やこれ好き。今回は〇〇の時社交性のある人はどう答えるというお題に3人で答えていきたいと思います。ねえ松岡くん、松岡くんどうしたの？なんかさ、なんか様子が変だよ。聞いたけどさ、なんかこのコミュ障脱却プログラムやってからこういった感じの企画他の作品でも結構やってたんでしょ？そうなんですよ。本当にここからだろって思うぐらい思う感じでやらせていただいてるんですけど、本当に慣れないこのところは怖いラジオで毎回やってたのにね、うん、そうか。でも今回はねちょっと違うから、うん、社会力発揮プログラムですから、うん、今までのねこの、うん、まあ、何年か経ってるから、うん、まあ、そこからの成長をぜひ見せてもらえたら嬉しいですよ、うん、じゃあやってみる？そうしましょう、そうしましょう、うん、挑戦していきましょう、はい、お題はこちら、はい、新しく入った自分の後輩を飲み会に誘うとき社交力がある人はどんな風に誘えますか？社交性がある人はどんな風に誘うか。ほうほうほう。後輩を飲み会に誘うとき、あれなんかこれ前も一回やったような気がするようなお題なんだけどな。うん、なんかやった気がする。やってないか、うん、でもそれはね、我らはね可愛い後輩がね、うんうん、いるもんね。そうなのよね。そうですね4人組の可愛い後輩いるもん ね、さっきまでこうやってやってたねっ ってねでも松岡くんも後輩増えたでしょ。いや後輩も何人いるか分かんないですね。そうよね、そうだよね。じゃあ、え、どうする？どういう風にやる？これはでもやっぱ松岡くん前やったことあるから、そうだよ、もう一回これリベンジでやった。松岡くんやりなよ、リベンジあの時確かウェーイみたいな感じでやったと思うんですけど。そうか、じゃあさ、アイムに私が新人で入るよ。え、嘘、マジで？やめときなんてちょっと後ろにマネージャーさんいるんだから絶対だからそれで、それで飲みに誘って、で松岡君の先輩であるひよちゃんから、ひよちゃんにちょっとじゃ紹介する感じの、紹介して、あ、じゃあマネージャー役やるわ。おっとやってたじゃあ立ちますか、立たたますかな。え、立つの？いただえ、どうするのこれ。それでは行きましょう、やり、もう考えずにやりましょう、うん、はい、それでは用意ちょっと緊張します。松岡さん、どうもお世話になっております。松岡さん、いやらしいな。本当松岡さんへのいつもありがとうございます。本当、あ、いえいえいえいや、本当こちらこそお世話になっております。うちの、あの今後の金づる、金づるあ、ちょ、後輩の茅野です。ちょっとゴミ資料用の挨拶したら、挨拶したら、後輩の金づる、今年からアイムエンタープライズに入りました。金づる茅野愛です。よろしくお願いします。あ、なるほど。 お名前ではないんですよね。金鶴かやの愛じゃないんですよね。ミドルネームみたいな感じではないと。あ、まあ、二つなです。すいません、ありがとうございます。ちょっと、あ、今年から、はい、あ、ということは僕が8年先輩になるってことですか？はい、もう作品いっぱい見てます。あ、本当ですか？はい、あ、それはありがとうございます。あ、そうですね、あ、そうだそうだよ、はい、あのですね、はい、まあ、うちのアイムって、はい、まあ、こんな事務所なんですけどいや、事務所の一応ですね、ここなんか新人歓迎会みたいなのってあるんですよ。そうなんですね、新人歓迎会みたいなのってあるんで、ちょっとまあ多分みんなで日程を組まれるとは思うんですけど、まあ、その前に、まあ、ちょっとまあ、なんだろう、こう多分これから今後不安なこともあると思うので、はい、まあ、ちょっと2人で飲みに行きましょう。2人でいいんですか？いや、いいよ、でも、かやの、もんだれ、もんてこ、もんもん、いや、いや、ダメだ、ダメだ、すいません、マネージャー、マネージャーもお願いします。2人で行ってこい。わし、ちょ、わしは忙しいや。わ、忙しいですか？誰だ？ちょっと、わしはちょっとあれや、ちょっとこれ、これしに行かなあかんからな。あ、いつもありがとうございます、すいません。ちょっと行ってくるから、あと二人でよろしく頼んだわ。じゃあ、
先輩、はい、私日本酒が好きなんで。ああ、今度。そうだな。そうなんだ。はい、うん、なので日本酒ご馳走してください。あ、どんと来いや。なんかちょっとよく分かんない展開になっちゃった。なんか最終的に茅野ちゃんが誘ったよね。そうだね。最後は最後変なまとめ方しちゃった。え、もう一個ぐらいやる時間ある？もう一個やりましょうよ。じゃあ何これ楽しいね。ね、次のお題やろ。次のお題。楽しくない。何見てんのよ。ひざまずけ豚どもが。